今回の検証はこちら。こないだのリチウムイオン電池。S&Y 工房。こんにちは、チョロスケです。焼きメロンです。今回はこちらの検証をしていくよ。あれ、電池の方じゃなかったのか。ん？電池ケース？って書いてあるけどモバイルバッテリーだね。これに18650のリチウムイオン電池が付いてたので買いました。欲しかったのは電池だけなのな。電池目当てだけど、買ったからにはどんなもんか検証はしとこうと思ってね。いつも通り説明書のチェックから。取説はこの紙1枚だけみたいだね。外側に日本語があったからすぐ見れるように折り返しといてくれてるのかな？ただ日本語なんだけど直訳されてるからかちょっと言い回しが変。アフターサールスってなんだ？これくらいのゆるゆる日本語好きよ。続いてはこちら。本体の充電用に使う USB ケーブル。しかしコードがマイクロ B。今タイプ C が主流だけど安い商品にはまだまだ多いよね。お次はこちら。リチウムイオン電池。初期不良の対応が2週間だから届いたらすぐチェックはした方がいいね。電池の方に不良品が結構入ってるってレビューがあったけど。どっちも平気そう。もう2本もチェック。サビとか変色とかもないし4本とも無事そうだね。ラストはバッテリーケース。見た感じ普通のモバイルバッテリーと変わらない感じだね。容量の方は8000。ん？ 1万mAh？ 商品ページもリチウム電池の本数的にも 8000mAh だったんだけどな。1万mAh のケース使い回ししとるのかね？中はこんな感じでいたって普通。見づらいけど一応プラスマイナス書いてあるね。ケースの方よりリチウムイオン電池の方がプラスマイナスがわかりづらいから。そっちの方を注意した方がいいかな？ケースには一応電池残量を表示するところがあるけど正確性があるかどうか。あとモバイルバッテリーによくあるライト機能付き。出力は 2A と 1A があるみたいだね。前回のことがあるのでこれもちゃんと 1A、2A 出るか怪しい。ここはしっかりチェックしとこうね。あと気になることとしたらバッテリー容量だね。ケースは 10000mAh、リチウムイオン電池は合計で 8000mAh。ケースに 10000mAh って書いてるから。可能性は低いけどもしかしたらこっちが間違ってる可能性も？ということで、前回の動画でも使った容量も測れるバッテリーチャージャー、C4 で。容量のチェックからやってみよう。ただこのリチウムイオン電池なんだけどプラス側もマイナス側も結構平ら。マイナスの方がぺったんこだけど。普通の電池みたいにプラス側が凸になってるわけじゃないので。側面のプラスマイナスの表示で判断した方が安全かな？確認しながらバッテリーチャージャーに入れていこう。このバッテリーチャージャー充電するだけじゃなくて他にも機能があって。充電できるチャージモード。容量チェックのできるファストテストモード、ノアテストモードとあるので、ノアテストモードでチェックしていくよ。確認するのは電圧と容量がちゃんと 2000mAh 入るのかだね。ついでに容量チェックまでにかかった時間も見とこうかな。この充電器思ったより便利よな。だから買ったのさ。それではチェックが完了するまでカット。充電が完了してエンドマークが点滅したので、一つ一つ状態を確認していこうか。まずは左側にある1番から。電圧は 4.19V 出てて。容量は 2066mAh になってるね。これは表記通り。かかった時間は約4時間だね。続いて2本目。電圧は 4.20V。容量は 2117mAh。こちらもいい感じ。かかった時間は同じく約4時間。3本目は電圧は 4.20V だけど容量はどうかな？こちらも 2171mAh と問題なさそう。かかった時間は他の2本と同じだね。ラスト4本目は 4.20V の容量は 2132mAh。全部約 4.2V で 2000mAh 以上で。表記通り出ているちゃんとしたリチウムイオン電池だったみたいだね。ということでまともなリチウムイオン電池だったのが分かったので、次はケース自体がモバイルバッテリーとして使えるのかどうかを見ていこうか。こちらも入れるときにプラスマイナスしっかり確認してね。
全部逆なら平気みたいだけど一つだけ逆とかだと危ないみたい。異常発熱したり発火したりする場合もあるのでね。ひえ、結構怖いんだな。これって電気交換できるんだから一つがダメになっても交換さえしちゃえば、ずっと使えるのかね？多分大丈夫じゃないかな。全部入ったのでとりあえず残量チェックしとく？あ、一応ちゃんと残量の表示は出るんだ。先に電池を充電しといたので100の表示だね。そしてライトも機能してると。ほぼ使うことはないとは思うけどね。さて、外部の機能はきちんと動いたのでお待ちかねの出力チェックタイム。こちらの 120W のアダプターの USB ケーブルを拝借して、メインで使ってるスマホ、ポコの F4GT を充電する際の出力をチェック。一応 120W まで耐えられるコードだからこれなら問題なく測定できるはず。先ほどのアダプターはこのスマホにもともとついてたものなのでちょうどよかった。まずは 1A の方から見ていこう。チェックするために使うのはこちらも前回同様メーカーファイヤーのテスター。 4.8V の 1.7A で 6.6W 出てるね。高照値が 5V 1A だからこれくらいなら全然 OK そう。じゃあ次は 2A の方を見ていこう。結果はいかに？デジャブ？さっきの 1A の口と出力一緒なんだけど。まあ安いからこんなもんだね。値段からして期待はしてなかった。充電自体はできるからいいのかな？続いては本体への入力容量がどれくらいなのかチェックしていこう。これって入力いくつくらいまで出るやつなの？商品ページに書いてあったのはマックス 2A だったね。実際はどうなってるかな？ 5V 1.8A 出てるね。入力はマックス 2A ってなってたからこれくらいなら特に問題なさそうかな。あと充電してると残量の部分が点滅してわかるようになってるんだね。普通に売ってる充電器とその辺は変わらない感じだね。若干中身サバ読みしてたくらいだね。今回は中身のリチウムイオン電池欲しさに買ったからついでにケースの方も検証したけど、モバイルバッテリーとしてはあんまりおすすめしない。急速充電に対応しているわけじゃないから、もしゼロから充電したら多分4時間くらいかかる。このバッテリーケースのお値段約3000円だったけど、この値段出すくらいならもうちょいいいやつ買えるんじゃないかなって。というわけで 8000mAh モバイルバッテリーケースの検証でした。8000mAh ね。最後までご視聴ありがとうございました。